痩せたいならこのフルーツを食べてください。私たち女性のですね、永遠のテーマ、痩せたいけど食べたいをですね、叶えてくれますよ。この動画ではこちらの流れで進めていきたいと思います。1つ目、なぜこのフルーツを食べると痩せることができるのか。そして2つ目、何を取れば痩せるのか。そして3つ目、具体的にどのように食べればさらに痩せる効果を得ることができるのか、美味しいレシピを最後ご紹介してまいりますので、ぜひ楽しみにご覧くださいね。この動画ではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしています。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しているんです。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますととても嬉しいです。それでは早速お話伝えてまいりますね。ではまず1つ目の項目からまいりましょうね。なぜこのフルーツを食べると痩せることができるのかでしたけれども、やはり普通のですね、さまざまなフルーツありますけれども、糖質がやはり含まれていますから太ってしまうんですよね。でしかも南国系のフルーツといいますのは、あなたのお体、要は腸を冷やしてしまうから、結果腸がうまく動かない。そうなるとどうなるかといいますと、どんどん太ってしまうんですよね。良いことがないということになるんですよ。で例えばですね、私のクライアントの方が以前お話ししてくださったんですけれども、その方もいろんなやっぱりダイエット法をですね、今まで試したわけですよ。もう頑張ってあれがいいと聞けば試してみると、でそのうちの一つがフルーツダイエットだったんですよね。でその方が聞いたダイエット法というのは、朝ごはん生のフルーツだけ食べましょうだったんです。でその方はですね、もうそれをこう真面目に守られて、毎朝毎朝その南国系のフルーツです、パイナップルとかバナナとか、そういったそのフルーツをですね、結構な量を召し上がってらっしゃったんですよね。でそのまあ痩せ効果というのは、もちろんその生のフルーツというのが酵素がたっぷり含まれているので、その酵素があればあるほど代謝することができますから、その痩せることが、できるその元手となるものになるんですよね。私たちはこの酵素がないと死んでしまいますから、それだけ大切な酵素が取れるんだけれども、その取っていらっしゃったフルーツの種類がよろしくなかったというわけなんですね。でその方がおっしゃるには、先生ってその生の南国系のフルーツを食べていると、もう食べ出してしばらくするとですね、体がサーって冷えるのが分かるっておっしゃってたんですよね。もう手足とかお腹がサーってやっぱ冷たくなって、うわーなんか体寒いな、冷えてるなっていうのを感じたっておっしゃってらっしゃるんですよ。そうなんです。実はフルーツの種類で体を温めてくれるもの、そして逆に冷やしてしまうものっていうのがあるんですよね。ですからポイントは、その南国で取れるような、暖かい地方で取れるフルーツっていうのは基本的にお体を冷やします。ですからそういったものを食べてしまわれると、あなたの腸が冷えてしまって、結果腸の動きが落としてしまって、そして結果デブ菌と呼ばれる悪玉菌が優勢になって、しかも果糖が入りますから糖質をいっぱいたっぷり取ってしまうということで良くないんですよね。でまた腸が冷えますと、その自律神経のバランスも崩してしまわれますから、その方はなんとフルーツを食べ続けた結果どうなったかと言いますと、もう痩せるどころか太っていった、しかも生理が止まってしまったんです。もうとても辛い思いをされてるんですよね。ですから私がお伝えしているような腸内環境を整えて体を温めてくれるものに置き換えた結果、その方は痩せることができたんですね。しかも健康的にです。なのでポイントは、お体を冷やすフルーツは腸内環境に良くないので NG なんですよということなんです。では次に移りましょう。項目の2つ目、何を食べれば良いのかということで、もうズバリこちらです。リンゴなんですね。もう先ほどからね、いい香りがしてたんですけども、こちらもう私自宅から持ってきたリンゴなんですけれども、私リンゴ大好きなんです。でもう見た目も可愛いので、購入したらですね、すぐに食べないんですよ。しばらくこう飾っておくんです。アボカドとか一緒にですね、こう並べて飾っておくんですよね。もう可愛くて、もうしばらく眺めて食べます。いや、いかがですか。リンゴっていろんな種類ありますよね。私はもうシャクシャクと食べれる
三富士とかですね、三富士のリンゴ、あの蜜が入っててこう歯ごたえがあって、こうシャクシャクシャキシャキってしてるのが大好き。で中にはあの柔らかい、ジョナゴールドとかですね、ああいったこう食感が柔らかくてこうスッて食べるのが好きですとか、まあ、それぞれ好みはあると思うんですけれども、あの基本的にはどのリンゴの種類でも良いです。あなたがお好きなリンゴで結構ですから、もうまずはですね、食べて痩せるためにはもう一押しはリンゴです。でこのリンゴの痩せ効果なんですけれども、なぜリンゴは私が一押しかと言いますと、あと順番前後しますが、先ほど一番でお伝えした腸内環境を整えてくれる、自律神経のバランスを整えてくれるということで、体を温めてくれるフルーツなんですよね。冷やさないんですリンゴって。でリンゴは例えばリンゴを毎日食べると医者いらずとかね、あのいろんなキャッチフレーズあると思うんですけれども、これ本当なんですね。リンゴを毎日召し上がっていただきますと腸内環境が整うんですよ。そうすると腸内環境にですね、その免疫細胞が多く集まっているので、免疫力が上がるんです。で結果病気にならないということなので、もうとにかくリンゴをおすすめなんですね。でプラスポリフェノールが豊富なので、あなたの脂肪の蓄積を抑えてくれる、まあ、脂肪を溜め込みにくくしてくれるフルーツですし、またペクチンが豊富、まあ、ペクチンっていうのは簡単に言うと食物繊維です。なので腸内の大掃除をしてくれて、結果腸が元気になって痩せ体質になることもできますし、またカリウムもたくさん入ってますから、むくみ、要はデトックスですよね。あのなんて言うんでしょう、例えばこう体重が落ちたとしても見た目変わらないって方いますよね。なんでだろう、痩せたのになんかあんまりね、例えばご主人からとか、先生私体重落ちたのにね、見た目変わってないじゃないかって言われても、本当頭きたとかね、あのご報告いただくんですけど、そういった方は何が問題かって、むくんでるんですよ。むくんでるから見た目が痩せたように見えないんです。そのためにはやっぱりこういったカリウムが豊富な食材を取らないとむくみが解消されませんから、せっかく体重が落ちたのに見た目変わらないって、だから残念すぎますよね。絶対嫌ですよね、そんなの。誰だって嫌です。ですからこういったそのカリウムが豊富なリンゴを取っていただくことで、見た目もすっきりしますよということなんですね。ですからこの項目2番目は何をというのは、このリンゴですよということ。でポイントはこのリンゴの効果を味方につけましょうということなんですね。はい、それでは次に移ってまいりましょう。最後の項目3つ目、どのようにリンゴを食べるとさらにダイエット効果がアップするのかっていう美味しいレシピをご紹介していきたいと思います。それはですね、朝にリンゴヨーグルトを召し上がっていただきたいんです。でその時のヨーグルトなんですけれども、私が一押ししたいのは豆乳ヨーグルト、しかも手作りです。でその豆乳ヨーグルトの作り方をご紹介していきたいと思います。まず材料ですね、豆乳が200ml、これは無調整、成分無調整を使ってください。もう完全無添加で、でできれば国産大豆であったり有機大豆を使った良質な無調整豆乳を用意してくださいね。そしてあとは動物性の、例えば特保であればブルガリアヨーグルトとか明治さんが出てる、ああいったものを大さじ1、最初だけ必要です。最初だけ作るために。そして保存容器を1個。で私はですね、大好きな保存容器があります。こちらあのドイツ製のウェックというウェック製ですね。あのこれ有名ですよね、この保存容器、このガラス瓶の保存容器でもすごく有名な、まあ、ブランドなんですけれども、このウェックさんのこのガラス瓶がすっごく好きで、この容器で毎日豆乳ヨーグルトを作っております。で実は私の娘もですね、動物性の、あの牛乳からできたヨーグルトよりもこの豆乳ヨーグルトが大好きで、私も大好きなんですけれども、もうママって今日も豆乳ヨーグルトあるとか言ってね、あの毎日訪ねてくるんですよ。可愛いでしょだからはいはいって作ってあげるんですけども、ものすごくあの体に良いですし痩せます。やはり豆乳ヨーグルトの方が動物性よりも痩せます。まあ、その理由はとかお伝えしますけれども、ちょっとまず作り方からいきましょうね。以上の材料をご準備してください。そして作り方です。この何でもいいですよ、このウェックさんじゃなくてもウェックじゃなくてもいいんですけれども、できればプラスチックとかよりもガラス製です。ガラス製の方が体に害がないです。プラスチック容器というのはやっぱりですね、ちょっと健康的にもあんまりよろしくないので、長期保存には向かないと思います。なのでこういったガラス瓶の容器にまず豆乳を入れてください。でそこに先ほどの
動物性のプレーンヨーグルト、いわゆる種菌ですを大さじ1入れてよくかき混ぜていったら、それだけです。簡単でしょ。ただしですね、すぐには食べれないんですね。やはり発酵するのにちょっと時間がかかります。なので常温で約8時間程度置いていただければ OK。 ただ冬場は寒いので、もう少し時間が経たないとプルプルって固まってこないと思うので、目安は、時間もそうなんですけれども、ご自分でちょっと軽く振ってみて、こうプルプル固まってきたらもう出来上がりです。で、固まってきたらそのまま冷蔵庫で保存していただいて2日ぐらい持ちます。あんまりその長期保存はできないです。無添加ですから気をつけてくださいね。そして最初だけと伝えたこのプレーンヨーグルトなんですけれども、次にまた食べきって、そのまた作りたいなっていう時は、その食べきる前にですね、このできた豆乳ヨーグルトをここで大さじ1残しておくわけです。そうすると豆乳ヨーグルトが今度種菌となってどんどん作れますから、もう最初の作る1回目だけこの動物性使っていただければ、2回目以降はここがプレーンヨーグルトではなくって、手作り豆乳ヨーグルトで結構です。それでもどんどんできますから、ものすごくコスパもいいですし、もう何よりも痩せます。健康的に痩せることができます。なのでこの豆乳ヨーグルトがなんでそんなに一押しなのかということなんですけれども、こちらがその理由です。まずはですね、植物性なのでコレステロールがゼロなんですよね、その動物性のヨーグルトに比べまして。で、また動物性のヨーグルトってやっぱり脂質、やっぱり、油ですよね。太るものがやっぱり入ってるわけです。なのでそういった観点からも考えても、やはり豆乳の方が痩せます。で、しかも豆乳とその乳酸菌、発酵したおかげで乳酸菌も取れますから、やっぱり豆乳ヨーグルトがベストなんですよね。で、しかも大豆タンパクっていうのがその空腹感を抑えてくれる効果もありますし、サポニンという成分があなたの脂肪の蓄積をやっぱり抑えてくれるわけですから、動物性のね、ああいったそのヨーグルトも、カルシウムが豊富だったり栄養価があったり、あるんですけれども、もしあなたが今すぐ痩せたい、健康的に目標に達したいっていう、その近道を選びたいとしたら、私は豆乳ヨーグルトの方をおすすめしたいと思います。特に女性の方おすすめです。なぜかというと、女性ホルモンのバランスも整えてくれるからなんですよね。なので私は今回この手作り豆乳ヨーグルトにこのリンゴをトッピングして召し上がっていただきたいんですが、ここでさらに痩せるポイントがあります。このリンゴですね、皆様どうやって召し上がっていらっしゃいますか？皮剥いてませんか？皮ごと召し上がってください。しかも綺麗にね、農薬がついているものは良くないので、できれば50度のお湯でしっかり洗っていただくと農薬が取れやすいですから、ちょっとね、しっかり洗ってください。で、皮ごとやっぱり召し上がっていただきたいですね。で、特に、このままスライスして食べていただきますと、歯ごたえもあってよく噛みますから、食欲がですね、抑えることができますから、よく噛むっていうのもいいんですけれども、逆にちょっとこう胃がもたれてるとか、ちょっと疲れてるなっていう時はすりおろしリンゴにしていただきますと、よく栄養を吸収する効果がアップしますから、体重に合わせて召し上がってみてください。で、ここでですね、気をつけないといけないことがあるんですけれども、もしこのリンゴをですね、温めて食べている方いらっしゃったらやめましょう。なぜかというと、温めてしまうとですね、太る元、糖質が増えます。約ね、5g ぐらい増えちゃうんですよ。結構な量でしょ、温めるだけで。ですから、温めてしまうと太る元の糖質ですね、例えばせっかく白米とかパンとか我慢してるのにって、そこでこれを温めて食べてしまうと糖質取ってしまいますから、気をつけましょうね。ということで、温めないでくださいねっていうことを最後にお伝えしていきたいと思います。なのでポイントまとめますと、おすすめしたいのは、朝手作りの豆乳ヨーグルトにこの皮付きのリンゴをトッピングして食べてくださいねです。で、こちらもですね、良いからって丸ごと1個多いですよ。1日あたりも4分の1ぐらいで結構です。4分の1召し上がっていただければ十分ですので、食べ過ぎにはくれぐれもご注意してくださいね。美味しいので気持ちは分かりますけども、ちょっとそこは抑えていきましょう。この動画のまとめに入ります。1つ目、なぜこのフルーツを食べると痩せることができるのか。その大きなポイントは、体を温めてくれるフルーツだからでしたね。
冷えるような南国系のフルーツを食べ過ぎてしまうと、もう痩せるどころか結果太ってしまう、また体調を崩しますよとお話をお伝えしましたね。では2つ目です。ではその痩せるフルーツって何ですかということで、今回はこのリンゴを一押ししております。なぜかという理由は、その腸内環境を整えてくれて、結果体も温めてくれて、どんどん痩せ体質になることができるんですよってお話でした。そして最後3つ目、どのようにでしたよね。それは豆乳ヨーグルトです。こういった瓶の保存容器に手作りヨーグルトを豆乳で作っていただいて、もちろん牛乳でもできるんですけれども、今回は豆乳一押しです。無調整、その豆乳ヨーグルトをベースに、このリンゴを4分の1ぐらいを皮付きでカットしたものを美味しく朝召し上がってくださいねということでした。さあ、いかがだったでしょうか。この動画でお伝えした内容を今すぐあなたも実践していただいて、健康的で綺麗に痩せていただいて、どんどん素敵な笑顔になっていただきたいと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。